はい、えー、ゲームコレクターの酒館です。本日は二千二十年八月三十日さ半十一日酒館学院ゲームコレクターぶスタートです。<laughs> えっとそうですね。あチャンネル登録よろしくお願いします。 また、えーと、僕が関わってる Kindle 本へのリンクが、えー、説明欄にありますので、よろしかったらご確認ください。あと、あのお仕事は常に募集中というところですね。で、えっ、ー、と、本日の予定ですが、一応今日の予定は、えっ、ー、と、いつものね、3DO の話をしつつ、えっ、ー、と、ゲーマーさんのね、人気掲示ランキング、 えっと、本日0時、0時時点の、えっ、ー、と、ランキングを見ていこうと思います。で、時間があれば質問箱やって、最後に、えっ、ー、と、本日の記念日ゲームという流れでいく予定です。あちなみに、あの、先日発売されたね、メガドライブコンプリートガイドデラックス、ウィズマーク3、えっ、ー、と、関わってますので、ぜひよろしかったらよろしくお願いします。と、あと、あれね、えっ、ー、と、 今日ね、ちょっと今日というか昨日かまああのね桜学院の、まあ、卒業式とか卒業公演があったけどまあそれはあ、まあ、話すことはないんだけどまあ例年あれですよねあの卒業式の掃除送る方の言葉があってで当時卒業生から返すのかな送って返すのかなの掃除を読む人が次の年の 生徒会長になな、なるみたいななんかねこう暗黙のルールじゃないけどなんとなくこう感覚があったんでまあちょっとその辺がどうなるんでしょうというのがちょっと今まあ、若干頭にクエスチョン残してる状況のように思いますまあこれは特にこれ以上触れることないけどねそんな感じであとあれですねあの今日あれなんですよ今日とか昨日かだからえー、っとちょっとねあの、 携帯のあののああ見直しというかあのちょっと契約更新更新じゃないな貸し換えみたいに言ってきたんですけどやっぱりあのねあの普通のねお店に買い物に行くのと違ってねあのピッっていうのがね <laughs> 検温があってねでこう まあ、マスク着用は当たり前なんですけどああいうのを久しぶりにこう体験してきましたけどなかなか大変な世の中ですよね。あのマスクが取れないっていうのもどうなんだろうなってところなんですけどうんねあの電車とかもねマスク取れないけどもねい歩いて移動してるところどこかどこまでがこうマスクしてなきゃいけなくてどこからがマスク取っていいのかっていうこう。 なんかそのラインっていうのが微妙な感じになってるのがねちょっとイラっとしますよね <laughs> まあそんな風に思いましたはいでえっと 3DO の話なんですけどもえっと今回は1994年の11月3日に発売された J リーグバーチャルスタジアムですねはい えっとまあ、今だとねゲームあエレクトロニックアーツビクターさんのサッカーゲームあエレクトロニックアーツね当時とこの時はエレクトロニックアーツビクターだったんですけど今のエレクトロニックアーツっていうと FIFA、まあ、シリーズがねサッカーっていうの出てますよね FIFA シリーズもなんか FIFA の,のストリートサッカー的なゲームが出たりね、まあ、いくつか、まあ、バージョンはあるんですけどまあここの多分10年ぐらいは多分 FIFA プラス年数みたいなまあ14辺りはちょっとついてたかななんかまあ多分そういうシンプルな、ね、ネーミングに変わってるんですけど当時はねまだあのー、FIFA というカテゴリーで日本では出てない数ハミで出てるかなこの時期このぐらいの時期だとでもあのー、これは J リーグものなんですよでまああのー 年1993年に J リーグが開幕してからねあの各社スーパーハミコンを中心にこ,うこぞっていろんなメーカーが、まあ、大,ス大手だと、まあ、ナムコあで九94からなんですよ年号がつくのはねえー、っとナムココナミでエポック社、まあ、ハドソンあたりかな まだ対等もあったかなあでも対等 J リーグじゃなかったかなまあいろんな会社がそう J リーグも出してたんですけど 3DO ではエレクトリネッカーズ・ビクターが J リーグバーチャル・スタジアムというシリーズを、まあ、展開していました。はい、でまああのー、この時期から、まあ、3D サッカーというとね、まあ、2D サッカーって大体もうテレビ中継的横視点もしくは 縦視点まあファミコン時代だともうベタに上から見て縦みたいなね <laughs> やつがあったけどフォーメーションサッカーぐらいからちょっと奥行き方向みたいなのがねあったりとかねまあいろいろあったんですけどこの J リーグバーチャルスタジアムは 3D ということもあって最初からこうカメラがねいろんなカメラを設定できるっていうのが入ってたのがまあ特徴っていえば特徴かなまあ正直まあかなりやりやすい。 ね、やつとやりにくいやつっていうのがあったりあとその見栄えはいいんだけどプレイはしにくいとかね、まあ、いろんなカメラがあってちょっとどれがいいかなってこういろいろといじってみるとそれだけでね1時間ぐらいは軽く遊べてしまうという、まあ、そういうところです。まあ、あとは J リーグの映像をね結構ふんだんに使っててあの、まあ、J リーグは、まあ、大体こういう映像っていう方は均等にな,あのなるべく公平に使うってところがあるから。 自分が使ってるチームがあ勝とうが負けようがその勝利時のいうのやったーみたいな映像とか負けた時の選手がうななられたりしてる映像とかがねあの自分が戦ってるチーム関係ないのが出たり、まあ、するわけですよね。はいまあ、まあそういう、まあ、何にしても,もうまあ何だろう えとプ,ロプロスポーツというと、まあ、基本野球がメジャーだったところにこう J リーグってものがこう入り込んできたってそういうような時代を感じさせるようなタイトルでした。はい、でこれは94年だから12クラブですね。J リーグは93年に10 10チームで始まってて、で、次の年 2, 2チーム、で、次また2チームってこう、チームってこうなっていくようなね、チームが増えていくという感じで、まあと、10、16?18?16? 16? まあまあでそ、その後入れ替えになったのかな。だから12だから、えっ、ー、と、あれですね、えっ、ー、と、ジュビロ・磐田と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、あの時は、えっ、ー、と、あそこ、平塚ですね、平塚じゃなかったのかな、最初は。 やべ名前が全然出てこない <laughs> まああのあれですよヒデのいた,いたチームですよまあ2チームが上がったという12チームのところですねはいといったところですはいで 3DO のねあの本にあのゲームがどんなのがあったかなって気になる方は kindle 本のねゲームコレクター作家のアンコンプリート3 d をよろしくお願いします さてえっ、ー、とゲーマーさんのね人気記事ランキングなんですけどえー、とちょさっとさてちょっと一応僕のブログの方にランキングの数字ランキング数字じゃないね、ランキングの記事を上げておきましたまあその前にねあのまだ僕の連載記事の方ねえっ、ー、と「ス涼みにゴロゴロしようロックオブエイジスメイクブレイクゲームコレクターインプレッション」という記事がねまだ最新情報としてまあ掲載されてますので あの僕のの連載の方もよろししくお願いします、まあ、ちなみに次のね連載の記事用のタイトルはなんかもうゲーマーさんの方から発送されてるらしいので、まあ、まだ届いてないので明日今日かな今日あたり届くのかなそしたらちょっとまた記事にかかろうかと思います。 さて、えー、っと12時に0時にのえー、っと見たランキングですがなんかね0時に一応あの、こうブログにリンクを貼るために1位から10位1回バーっと見るんですけどなんかこうページ前各ページごとにまあ、ランキングって大体出てて同じなんだけどちょっと過去の1時間前は残ってるのかたまにこうね数字が変わることもあるのでまあ一応こっちが正しいだろうと思っ ってるやつでいきます。はい。で、えっ、ー、と、一番目にあったやつがこれで一位が。 各ルートを行き来しながら物語を紐解く英雄伝説始まりの奇跡先行プレイレポートこれに、えー、と2020年8月26日の記事ですねこれトーケンさんの記事ですね日本ファルコムが2020年8月27日に発売を予定している PS4 用ソフト「英雄伝説始まりの奇跡」のプレイレポートをお届けする PS4 用ソフト「英雄伝説始まりの奇跡」では えー、えっとなんだっけこれ「千の奇跡でいいんだっけ」の奇跡シリーズで描かれた役「役、えー、最悪の」の、え、後、ー、のゼムリア大陸を舞台に3人の主人公によるクロスストーリーが展開していくとまあ、そういう感じでねまあ、先行1日前ですね発売の前日にプレイレポートが上がってるってことですね。はい まあまあ、いつもお話ししている通りあの割とゲーマーさんは、ね、ファルコム推しのところがあるんで、まあ、多分ゲー,ムゲーマーさんの,この読者さんもそこをこう狙って見に行ってるんだろうなというところですね。で2位、えー、と埼玉県川越市に台東 F ステーションクレアモール川越店がオープン、えー、とこれは8月26日の記事ですね。 対等が展開するアミューズメント施設対等ステーションのフランチャイズパッケージ加盟店対等 F ステーションクレアモール川越店が、えー、本日8月26日より埼玉県川越市にオープンしたってことでなんか先週もねあの対等のど,どこだかのショ,ショップじゃないや <laughs> まああのお店がオープンしたっていうのを2個ぐらい記事入ってましたよね。で割とこう台東さんゲーマー さんのとこころにこういいっぱいこうリリース記事をリリース情報を送りつけてるっていう言い方がいいのかわかんないけど結構こうあれですねこのゲーマーさんのニュースサイト的には割とこのゲーセン情報を求めてる人がそれなりにいるっていうことですよねちょっと他のニュース媒体をちゃんと見てないんでわかんないんですけどもしかしたらそういうこう。 需要というのかなが、あの、違うな。需要というのがあるというよりは、他のニュースサイトで扱ってなくて、こう、たまたま、こう、ゲーマーさんの方が上げてるから見に来てると。まあ、そういうのもあるのかもしれないですね。えー、っと、で、次。 PS4 スイッチフォートナイトラストラフバンドルが2020年秋に発売、PS5 でもリリース予定。これ2020年8月26日の記事ですね、えーと。ワーナーブラザーステレビジョンホームエンターテインメントとエピックゲームズ DC は、フォートナイトラストラフバンドルを2020年秋に PS4 ニンテンドースイッチで発売すると発表した。 フォートナイトラストラフバンドルは DC のスーパーヴィランをテーマとしたバンドルジョーカーのコスプレえコスチュームなど11のゲーム内アイテムと 1000V バックスで構成されている本バンドルは PS4、NintendoSwitch のほか年末商戦期に発売が予定されている PS5 でも発売予定ダウンロード購入も可能とのことということですねうん まあフォートナイトに関して言うと、この前のね、あの、アップルとの訴,訴訟じゃないか、訴訟にはまだなってないのかな。アップルのその、とのこのやりとりがあって、で、Google プレイのところも止まってるのかな。ちょっと僕も、あの、その後のニュースを追ってないんで、今どうなってるかもよくわかんないんですけど、まあ、結局僕の想像では、やっぱり、そのエピックの問題というよりは、ちょっと、 テンセント対アップルというかこうまあ中国とアメリカというかなんかいろいろちょっと上の方の争いのように見えるところがあってまあまあそういうところの問題っていうのが実はこうスイッチとか PS4 も基本無料でやってるからそこにもう波及するのかどうだかってところがね、まあ、ちょっと気にはなってたんですけどどうやらこう今のところは問題ないのかなというところですよね。 まあこういうところでいくとそのえっとまあアップルの場合っていうかまあどのハードでもそうなんですけどそのまあエピック絡みというとそのどっちかっていうとアンリアルエンジンの方がねどうなるかってことまあアップルとかそこら辺も止まってたりするんですけどまあソニーなりえーっと任天堂っていうのは多分 自社がこう作ってるものなりにもそこら辺絡んでくる部分もあるから、まあ、若干契約が違うのかなって気もするしあとはちょっと任天堂のね昔のショップ絡みのやつなんかもうその e ショップに直接飛んでるように見えないメニューでやってるゲームなんかもあったんですよね一部の会社のやつで。 多分カプコンさんとかスクエニさんとかその辺だと思うけどただそれがちょっともう僕の中ではそれは表面的にこう見えないだけで実は e, e ショップに繋がってたのかもわからないしあ,あれですよあのスクエニさんで言うとその 3DS の,のえー、っとなんだあの死ね死、えー、なんだっけ名前が出てこない <laughs> あのあれですよ音ゲーですよ FF の音ゲーですよ ああいうやつって確かこう e シ,ショップのメニューじゃなくて独自メニュー出してたりしてたんでああいうのがまあどういう売り方してたかわかんないけどなんかそういう感じでねフォートナイトとかもまあやろうと思えばできると思うしそしたらこう独自メニューとかでね売れたりアシアトリズムファイナンタジーそう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 ,そうですまあああいうやつとかもこうねショップとか、ね、作ったりもできてたからまあねだからアップルとかはそういうのを禁止してるわけでしょ うん、だからまあちょっとスイッチとかもそういうのどうなのか分かんないけどまあちょっとその辺の絡みとかもまあ後々まあ出てくるのかなって感じがしてます。でちなみにこれに関して言うとバンドルってやつは多分あの過去にね、えー、とフォートナイトのバンドルって2個出てるんですよ2種類 PS4 とスイッチで同時期に。まあ以前ちょっとパッケージ1作目のやつは PS4 版かなのはお見せしたかと思うんですけど。 まあ今だともうね両方とももうアマゾンなんかでも買えないですよね。まああれはっきり言って、まあ、箱を買うとね中身あの正直紙がペラッとしたものが <laughs> 入っててそこにあの,あのプロダクトコードとかが入って印刷されてるだけなんで正直あのゲームソフトが入ディスクが入ってるわけでもないしあの正直。 まあ僕のコレクター魂的にはげんなりって感じだったんで <laughs> あのいらないっちゃいらないんだけどまあただあれですよね普通にその買えないものが入ってた普通にそのダウンロードで買えないものが入ってたりとかあと普通にダウンロードで買うよりもお得な値段で購入できるってまあそういうメリットはあるんだけどでも今回のやつもえー、っと普通にえー、っと ダウンロード購入も可能っていうことがね記事の方でも書かれてるのでまあまあ普通にこうなんだろう課金してやってる人はねわざわざパッケージ買わなくてもよ,よくて、まあ、基本的にパッケージがなぜ出てるかっていうとそのあのまずパッケージでそういうのを買ってみてで無料普段無料だけど友情でどんなのができるかなって挑戦してみるみたいなねそういうような感じのあのプレイ 体験用のまあセットなんでまああの <laughs> そんなに数は出してないのかなっていう感じもしますよねはいまあそんなところですねで次、えー「集まれ動物の森」などのボイスチャットをヘッドセットで楽しめるスイッチ用オーディオミキサーが11月下旬に発売これ2020年8月25日の記事ですね サイバーガジェットは任天堂スイッチ用ゲームでのボイスチャットの際に便利なアイテムとしてサイバース,サイバースマホオーディオミキサースイッチ用を2020年月11月下旬に発売する本製品は任天堂スイッチのヘッドホンマイク端子とお好みのヘッドセットスマートフォンの間に接続しゲームの音と通話音声をミックスして同時に聞くことができるオーディオミキサー えー、専用スマホアプリのみ対応の「集まれ動物の森」や「スプラトゥーン2」といったタイトルでもヘッドセットでボイスチャットを楽しめるまあこれはあれですねボイ普通にそのボイスチャットをヘッドセットで楽しめるっていう商品まあスイッチ用の商品多分これスイ任天堂公認じゃないんじゃないかなそうそう本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり任天堂のライス 点数製品ではありません。っていうのがあるんだけど、だから多分そのアピールとしてはね。このスイッチで使えますよ。ぐらいのものなんですよね。<laughs> はいで、これをこの集まれ動物の森などっていう。風に書いてるのが、これがあのゲーマーさんの知事の方の問題なのか。もともとリリースでそういう風に書かれたかわかんないけど。まあ これが若干釣りなのかなっていう感じがします。まあ、要は記事の頭に「集まれ動物の森」って書いてあるからこうみんな見に行ったっていう感じがする記事ですね。はいで釣り。えー、っと「鶴派え鶴ハホールディングス」「集まれ動物の森」ってオリジナルの鶴ハ島をて、えー、公開。 薬局風の部屋、えー、自宅部屋や8つの屋台が登場これ,にこれも8月26日の記事ですねツル,ハホールツルハホールディングスは任天堂の任天堂スイッチ用ソフト「集まれ動物の森」において本日8月26日より「ツルハグループオリジナルのツルハ島」ツルハ島ツルハ島を公開した同社はおうち時間がより豊かになることを願い「集まれ動物の森」のゲーム内のでオリジナルの「ツルハ島」を作成 あ制作島には夢番地より遊びに行くことができる。鶴羽島は鶴羽グループが全国で2,000店舗以上を全国40都道府県に出店していることから、えー、日本列島をイメージした形となっている。また同グループの8つのストアグブランドそれぞれのモチーフとした屋台が島内でてん、えー、出店されているということでまあ。 まあ正直言うと僕集まれ動物の森やってないんであんまり詳しくわかんないんですけどまあドラッグストアみたいですねツルハツルハホールディングスっていうのはまあこれあれですねあの何だったかなちょっと防衛庁だ防衛省だったかななんかあのあれですよねあの災害時の 家のどこに何を置くみたいなそういうようなプレゼンをするような映像を作ったりしてるのが話題になったりして割とこうなんだろうプロモーションに、まあ、SNS を使うみたいなのと同じような感覚で、まあ、動物の森使ってるっていうのをねこう最近見られてるんで、まあ、そういうプロモーションの一環でこういうのやってるのかなって感じですね、まあ。要は勝手にやってるんだけど、まあ,、まあ、ある意味その えとプレイ動画の延長線みたいなもんですよね、はい、まあこういう方向性にね発展していくとゲームがいろいろ使われていいのかなってところはありますよね。まあ「動物の森」はちょっと僕にはちょっと判断つきにくいんだけどまあ多分いろんな映像流してもネタバレ,ネタバレはあるのかなネタバレはあるけどそのいわゆるエンディング的な、ね、ネタバレはないんでいろいろ。まあ 使いいい勝手がいいのかなという気がしますはい、であとね500万人以上の人が遊んでるっていう化け物ソフトなんでねそういう意味ではこうまあいろんな会社がいろんな使い方するのはねあのなんだろうこうあの法的な問題がなければいいのかなというところですねはい。 で次えっ、ー、と、s a シリーズ30周年記念タイトルのサガコレクションがスイッチで20、2012、えー、月15日に発売。え a、ー、g 3 0周年記念ボックス神の予約もスタート。これ27日の記事ですね。これはあれかな、任天堂ダイレク o d i のやつかな。 えっと、スクエ,アエニックスはサガシリーズ30周年を記念してゲームボーイで発売された初期3作品の完全移植版サガコレクションを任天堂スイッチ o にて2020年12月15日にダウンロード先培で発売する8月26日より任天堂 e ショップではあらかじめダウンロードを開始2020年12月20日23時59分までの早期購入することで10%オフで購入できるということですね。はい であとあれかあとまたスクエアエニックスストアにてでは佐賀 g a 3 0周年を記念したコレクションアイテムとして佐賀シリーズにまつわるグッズと佐賀コレクションのダウンロードコードを同梱した佐賀三十3 0周年記念ボックス紙、えー、の予約がスタートしているこれあの、パッケージ版ないのかなーってちょっと疑問には思ってたんだけどやっぱり全部ダウンロードコードみたいですねまあまあ <laughs> あのゲームボーイのタイトルだからいくらこうねいろいろ入れ込んだと要素を入れてもそんなにこうボリュームでかくはならないだろうなってところからいくとまあ順当である一方パッケージコレクター的にはちょっとまあかといってねこの30周年のボックスいるかしら個人的にはいらないのでまああのまあとりあえず僕はゲームボーイで遊ぶからいいかな <laughs> というところですはい。 次、えー、競走馬育成シミュレーションダービースタリオンがスイッチでコント登場シリーズ初の音声,音声実況にも対応これも8月27日これも多分ニンテンドーダイレクトミニーかなのやつですよねゲームアディクトはニンテンドースイッチ用ソフトダービースタリオンをコントに発売する競走馬育成シミュレーションの決定版ダービースタリオンがニンテンドースイッチに登場 『相葉の名前』を音声で実況してくれる美しいレースシーン、えー、無名の二冠馬コントレイルも登場する最新データ他にもブリーダーズカップや初心者サポート機能など魅力満載のダービースタリオン最新作となっているということですねまああのまあこれもあれですねミンデダイレクトがあった時にあの話をしたんでまあ重複しない。 ようにする話をすると、まあ、とにかくあのウィーレイじゃないや、えー、とウイニングポストに、ね、負けないように今後シリーズが続いてこう,なんだろうあの追いついてもらえればいいかなという感じですね。はい、で次、えーと、複雑な操作もワンボタンで操作可能に拡張ボタンで快適にプレイできる PS4 スイッチ向けアシストツールが8月31日に発売。 これが8月27日の記事ですね、えーと。サイバーガジェットは任天堂スイッチ o s w 用と PS4 用アイテムの新製品として、サイバーコントローラーマクロアダプタースイッチ用およびサイバーコントローラーマクロアダプター PS4 用を2020年8月31日に発売する。えー、今回の商品は、えー、スイッチのプロコントローラーや PS4 用コントローラーで多様な操作が可能となるアシストツール、 コントローラーに装着することで背面に2つのボタンと2つのパドルパッドの計4つのボタンが追加されるそこにはさまざまな操作を割り当てることが可能なため複雑な操作であっても一度設定すれば1つのボタンで簡単に繰り出すことができるこれはあれかなあのー、昔の 何て言うんだろう。あの、記憶させられるコントローラーって、数ハミぐらいの時期からありましたよね。あの、技をね、あの、格闘ゲームの技を入れるのが難しいから、こう、記録させるとか、そういうのあったけど、それに近いのかな。まあ、外付けなので、どのぐらいこう、こう、機能するかっていうのはね、ちょっと、どうなのかなって気になるところはあるけどもね。はい。 まあなななかなかいいろんな商品が出て面白いですねでもこれコントローラーでかくなるあでもプロスイッチだとプロコントローラーそもそも持ってなきゃいけないっていうのはちょっとちょっとハードル高いかなはいで次えー、っと年力と刀で戦うハイスピードなアクションバトルに注目開発の経緯も明かされたえっ えー、スカーレットネクサスオン,ンオンラインキーノートレポート。これは28月28日の記事ですね、えーと。バンダイナムコエンターテインメントはスカーレットネクサスのオンラインキーノートをメディア向けに実施した。その内容をレポートしていくって書いてあるけど、これは何だえー、っと。 ブレインパンクの名で込められた意味とは ?PS5、えー、PS4 PS、Xbox シリーズ X、Xbox One、Steam 向けのブレインパンクアクション RPG として現在開発が進められているスカーレットネクサスということでね。まだ今開発中ってことですよね。うん。でもこれ PS5 とかで出るやつだから、同時発売なのかなまあ。 まあいいやちょっとまだまだ出ないタイトルなんでまあちょっとこれ以上はいいとしとこうはいで最後えっ、ー、と、えー、ポ,ケポケモンセンター金沢が2020年11月下旬に、えー、と金沢フォーラムにフォー,ー,ーラスにオープンってことですね、まあ、ポケモンのポケモンショップが金沢で,で11月下旬に出るそうですという <laughs> まああっさり <laughs> あっさり風味に ししておきましょうということでねえっ、ー、と本日はねえっ、ー、とランキングとりあえず全部読みました <laughs> という感じでえっ、ー、といいですかね。はい、でえっ、ー、と本日の記念日ゲームですがえっ、ー、と 1990年の8月31日に発売されたダンジョンキットがちょうど30周年になります。まあ、ファミコンもだいぶねこう、後半に入っているタイトルなんで、割とどこの何ってところはあるけど、まあ、クエストですねあの。後に、後にでいいのかな、この後だと多分、えっ、ー、と、ーガバトル系の,も、ね、あのタイトルをいくつか出したあのクエストの、まあ、 知られざると言っていいのかな。まあそういうタイトルになります。それも30周年になります。ということで本日はこの辺りにしようかと思います。以上、作家でした。おやすみなさい。